4バック右から上原、森、鈴木、藤原、ボランチは岡澤と富所のコンビ、右に平松、左に佐藤を置いて2トップは高木と、そして4試合ぶりに戻ってきました白井陽斗です。ゴールキーパーは上田、3バック右から庄司、山本、井上、ボランチは西谷と大山、右のウィングバック小島、左に石原、シャドウに梶浦と塚本、ワントップマリソン、西谷ラフに裏のスペースに高いボールを蹴ってきました。ここで小島、梶浦がつなぎます。西谷、梶浦転がしてきた、石原が詰めた。右サイドから梶浦が詰めて、琉球の選手の間を縫うような最後の折り返しのパス、左サイドから詰めていました石原。前半の5分、金沢が先制です。真ん中でマリソン、そして最後ファーサイドから詰めていました石原です。下げて富所、転がして真ん中平松、平松運んで、平松右足振ってきた、惜しくも枠の右、左利きの平松、手前フリックしたボール、ゴールキックです。塚本にくさびを入れて、もう一度後ろから、琉球はボールホルダーに積極的に寄せていきます。石原が出るシュートブロック、鈴木パスにした、最後西谷です。石原が左サイド、鈴木を背負いながらシュートを放って、跳ね返されたボール、パスを選択、詰めていたのは西谷勇輝、今シーズン初ゴールです西谷。前半5分、そして22分に金沢が追加点、落ち着いていました石原貴義、庄司が跳ね返します、佐藤、平松へ、から藤原、中で岡沢左足飛んだ、しかし旗が上がっています。岡沢の左足、今シーズンは15試合で6得点、平松変化、転がしてリフレクションある中、違い、枠を捉えることはできませんでしたが、セットプレーの流れ、こぼれてきたボール、思いっきり右足を振ってきました、右足で入れてきました、ファーサイド、繰り返す、マリソンのシュート、枠の右。跳ね返していきます。ここは西谷回収、すぐさま右サイド、小島パスにして梶浦折り返す、いや最後山本が詰めていましたが、わずかに枠の左、原が白井と2トップで、岩渕が右のサイドハーフにポジション取ってます。 4-4-2 の形は変えていません琉球です。岩渕のパス、富所のパス、オンゴール、井上、富所のラストパス、クリアしようと足を出したんですが、これが
オンゴールという形になりました。真ん中ワンタッチ、白井、ここは上田ナイスセーブです。琉球が持ち味のパスで真ん中こじ開けていきました。富所か誰かに合わせるか、富所が打ってきた、わずかに枠の右、琉球の10番富所の直接フリーキック。まあ、パスでリズムを作る琉球ですが、岩渕が非常にいい活躍をしています。そして井原下げて、もう一度岩渕右足、野田のヘッドでしたが枠を捉えることはできず、試合終了の笛が吹かれます。ここで試合終了の笛、琉球対金沢1対2、勝ち点で並ぶライバルによる6ポイントマッチ、勝ったのはアウェー金沢です。